今回は修理のできる地元のリフォーム店の営業がおすすめする洗面リフォームについて先輩方に議論していただきたいと思います。今回は3密を防ぐためにこういったリモートの形で進行させていただきます。ミュート今野さんミュート。それでは東東派とリクシラ派に分かれて議論していただきたいと思います。浦和の平内と申します。やっとこのシリーズに出れることを嬉しく思ってます。ようやく出番ですね平内さん。やっと来たね。浦和の関本です。ではまず特徴や、材質について、東東派の皆さんお願いします。ミュート、ミュート、ミュート。やっぱ TOTO の水洗の特徴って言ったら皆さん除菌水ですよね。除菌水をつけられる、まさに今のコロナの時代に除菌って言葉パワーワードです。いやそれ大きいよね。今除菌はやっぱすごいみんないいっていう、リクシル派じゃないですね。除菌は今キーワード高いよね。リクシルの方でやっぱりすごいのがあのタッチレス水洗、こうナビッシュっていうので低い時の温度とだんだん温度が上がるにつれてオレンジ色になって高温になると赤になるっていう、これもまたすごいところで、あと即凍水洗ということで下に貯凍のブースターつけることによって、すぐお湯にもなるよっていうところも特徴ある水洗かなって思うんですよね。すぐお湯が出るのって確か TOTO も魔法瓶か何かのやつであったかなっていうふうには思いますね。うちの裏の関本来るよ。いい案出てからちょっと聞いて。いや平内さん多分さっき結構言っちゃいましたよね。あれ分けて言ってくれないと俺が喋るとこがなくなっちゃうんですよ。まだあるよ、ほらまだあるまだあるまだある平内さん言っちゃってください。それもあとはね、女性の方がすごくよく人気があるのがこうメイクゆっくり楽しもうっていうことでフェイスフルライトっていうのがあるんですよ。このフェイスフルライトっていうのはメイクをするときにより美しくこう照明で際立ててくれるっていうのが大きな特徴かなって思うんですよね。なんかとうとうないの？とうとうの鏡で言ったらスイング三面鏡じゃないですか。やっぱり今平内さんが言ってた、お化粧とかそういったメイクとかするときに鏡こういうふうに覗き込まなくても手前側に鏡がスイングして出てきてくれるから、すごい多分立ち位置的な見やすいところに来るんじゃないかなって思うんですよね。でもそんなに間近で鏡見る？見ないな。見ない。女の人は違うかもしれないですよね。あれあとね、そのさっきのミラーのね照明もタッチレスに今なってるっていうのがリクシルさんすごく売りかなと思うんで、タッチレス水洗があってタッチレスの照明、濡れた手で触りたくないっていう今傾向なのかなと思うんで、その辺もすごく今特徴ある商品かなとは思うんですよね。リクシルいいですね。いいだろう。コロナ対策タッチレスっていいですよ、ね、出てきたな、来たな、来たな、いいんじゃないか。さっきからちょっとすごい違和感感じる金子さん背景どうしたんですか？なんかね、ちょっと今あまり見られちゃいけないところにいるんで。どこにいるんだよ、仕事中だよ、仕事中ちょっと今背景出せ、背景ちょっと裏出しちゃうとまずいんで